You say what? I said 1, 2, 3 into the 4. Get some money, パン工場が始まるよ。チャリーン、タイラドロップしましたよ。出ました、夜中に。やばいわ。想像できなかったけどね、ちょっと12時ぴったりみたいなのは。Shout out to Tyler, the Creator, man. Shout out to Tyler. Go. Love. なぜ回してるかというと、タイラーが今13時ね、アメリカの多分ドロップ時間に合わせてインスタライブをしましたと。俺ら何食べながら、そうね、うわインスタライブやってる、やべえみたいな、ちょっと聞かないかんっつっていいこと言ってたから、うん、感動のあまり録画するかと。全然そんな予定じゃなかったから、もうお互いワイティーわーい。まあちょっと見ようか。タイラーがね、今回関係してくれた人に対してありがとうって言ってたシーンがあってね。スクリーンレコーディングしてるのバレてるっていうね。バレバレ。Shout out rap music, I love it. DJ Drama, I love you. What you did for rap. DJ Drama. Phenomenal. From all the Waynes. True. All the dedications. You're phenomenal. From P, from the In My Mind prequel mixtape to clips. For the We Got It for Cheaps. From Lupe mixtape run, all the Fahrenheits, the Revenge of the Nerds, to Jay-Z. To Andre, to Westside Gunn for making me want to just rap again. I fucking love it. I love rap. It changed niggas' lives. ここですよ。Westside Gunn. Shout out it. Shout out to him. タイラーがね、まあ今回ラップアルバムみたいな感じになったじゃないですか。まあ皆様で聞いてるかわかんないですけど、まあでなんでラップをしたかと、再びちゃんと。でそれに対してね、ウェスサイガンがタイラーに Make him wanna rap again、もう一度ラップをしたいと思わせたと、そういうことで今感謝のね意を述べてたわけですよ。I was like heartbroken, not heartbroken, heart melting。 ウェスサイガン大好きだし、タイラーも大好きだし、でもそこはそんなにこう個人的には関係性はあんまりないと思ってたね。別軸で結構好きだったんだけど、まあ、曲とかやってたけどね一緒に、まさかのウェスサイガンが今回のインスピレーションの一つだと。タイラも I love rap、言ったじゃん。あれもうめっちゃでかくて、まあタイラも気分変わってるからあれなんだけど、昔のインタビューとかでも俺はもうラップ正直嫌いだみたいな、やりたくないみたいな、もともと歌が好きだからそういうことも言ってたのにもかかわらず、また I love rap と、ラップを愛してると言わしめるウェスサイガンにもスーパーシャラウトですよ。ここでね、 J としてはめちゃくちゃ嬉しいな。 J's happy J's hyped right now. J's hyped。まあでもね、本当にウェスサイガンってすごくて、まあグリゼルダ、前もリアクションしたんですけど、まあぜひ見てほしいんですけどね。ベニー・ザ・ブッチャーとコンウェイ・ザ・マシーンと、まあ、ウェスサイ3人がメインとなってやってる。でもみんなファミリーみたいな関係性っていうのはまあある。で、そのコンウェイが、彼撃たれてんのよ、昔首とか頭の後ろのとか。死にかけてて、でも今も半身麻痺みたいな。顔もちょっと動かないしっていう状態。でもラップが好きだったのに、見た目もアグリーで、俺は全然ラップもブツブツしかできなくてって落ち込んでる時期があって、でウェスサイは昔も言ったけど、そんなにラップをしたいっていうタイプではなくて、やっぱりこうムーブメントを引っ張っていきたいってタイプだったから、本来であればそうやってプレイヤーとして動くつもりはなかったんだけど、コンウェイがそうやって落ち込んでるし、彼にラップをしてほしいからって言って、アルバムとかをミックステップ出し続けた時期があったのよ。ヒトラー wears Elmes か。ヒトラーがエルメスを着てるっていうアルバムタイトルでシリーズ出してるんだけど、昔から。まあ、あの辺とか特にそういう意図があって出してる節はあって。彼はベニーも含めて、コンウェイも、グリゼルダのバッファローの周辺も今までこうやってモチベートしてきてたわけよ。で、今もこんだけビッグになってるわけじゃないですか。またそれがタイラーに来るとなると、ウェスサイガンどんだけやばいんだと。人としてカリスマ性とか影響力とか含めてね、惚れただけあるな俺ってお前がすごいと俺がすごいかもしれないスティーブ・ジョブズ点と点がつながってね今ね。タイラー、グリゼルダ、まあウェスサイガンでこう俺的に追いかけてた2つの点が今、connected。もう言葉が for J man。It's my day. I mean, it's Tyler's day. まあでもね、このウェスサイとタイラーの関係が築いてる節があって、タイラーの今回のアルバムの一発目。The sun beaming. Y'all ready? これあんまりなんか SNS とかで突っ込んでる人いなかったんで、どうなんだろう、気づいてるのか気づいてないのか皆さんわかんないんですけど、個人的にはすごいもう聞き覚えしかなくて、Fly God is an awesome god 2 Westside Gunn の赤色のジャケットのあのアルバムがあって、それの2曲目の Michael Irvin って曲がこのトラックなんですよ。だからこのねアルバム今回聴いて一発目これだったから、あれウェッサイってちょっと思ったのね、というかまあ完全一致じゃん。そうなのよ。しかも1曲目っていうのがすごいよね、なんかそのウェッサイのインスピレーションを感じて、さあ今から始めるぞっていう気概を感じるというか、インスタライブでもう全てがこう腑に落ちた感じがして、確かにはっもし自分がアルバムを作るんだったら、一番最初に持ってくる曲ってすごく大事にしたいわけじゃん。でそこでこうウェッサイのこのコンダクターのビートを持ってくるってことは、もうこれはもうシャウトアウトしてるってことよね。いや完全にそうでしょ。ウェッサイ印だよね、西側の10。いやでもね、ほんと嬉しかったっていう、まあ個人的な J の思いを今日は皆さんに伝えたかったっていうだけですね。いろんなことが突発的に、しかもでかいのがポン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 置かれるから。まあタイラーの、フルアルバムリアクションとかちょっとやってみようと思うんで、それに関しては期待しておいてください。こんな感じでいいんちゃう？